ちなみにあの有精卵と無精卵の見分け方ってあるんですか？見分け方ね、はい、まあ簡単に言うと有精卵ってあのなんていうかな、うん、結構ねしっかりまん丸ピンポン玉みたいな感じしてるんだよ、ね、うん、で無精卵の場合っていうのは、まあ、ダメな卵なんだけど、意外に楕円だったり、色的にねあのなんかちょっとオレンジかかってるような色合い、意外にいい卵っていうのは白くてピンポン玉みたいな色して、やばいぞヘラヘラヘラクラス系はやばいぞ、楕円系でちょっと茶色かったやばい、だからまあも最初はねあれだよ、はい、産み落とされた時はみんな楕円なんだ、あだけど水分を含ってどん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 丸くなってくる、ね、ピンポン玉状になって、あれが丸くならないっていうことはその結局ほら、はい、細胞分裂して、はい、あの育ってくるから楕円から丸くなってくるんだけど、最初から無精卵で死んでたら何もならないじゃん、だから楕円のままって感じなんだよね。あと、ほんとオレンジっぽいような色合いとか、ちょっと卵が奇形してるとかね。なんかデコボコがあるやついるよね。ああいうのもちょっと、なんかあんまり、うーんって感じがするけど。わかりました。じゃあもうちょっとで時間見て。そうだね。どちらにしようも産んでしまったものはしょうがないんで、もう様子を見て、あの、孵化するか孵化しないか。うん、そうするしかないのかなと思いますけどね。わかりました。じゃあちょっとじゃあその、楕円みたいな。楕円なんだ。ちょっとやや楕円で。色はなんか白っぽいけど。でもさっき見たように、あの、産んだばかりは、あの、楕円だから以外。産んだばかりなのかもしれないよ。あ、もしかしたら。じゃあ。でも産んだばかりのやつって。YouTube で見れたのはここまで。続きは Facebook グループ、月夜の記録園クワカブ広場で視聴ができます。クワカブ広場に会員登録すると、名人師範のクワカブ飼育相談室のフルバージョンの視聴はもちろん、リアルタイムで師範さんに質問ができちゃいます。そしてさらにですね、クワカブを買ったり、売ったり、あげたり、交換することもできちゃうんです。イエーイ。クワカブファンとしても交流ができますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。月額640円です。詳しくは概要欄へ。